ロンドン地下鉄 A60 電車は1960年に製造されたロンドン地下鉄の電車。ロンドン地下鉄の2種類ある車両サイズのうち大きい方のサイズの車両群に属する。本校では本形式の後に製造されたほぼ同一形態用途のロンドン地下鉄 A62 系電車についても同時に述べる。A60 型は1960年に シェフィールドのクラベンス社でアマーシャム電化開業用に製造された。形式名の A はアマーシャム電化にちなんだものである。A62 型はこれに続いてアクスブリッジ方面の電車化用に製造された。両社は区別なく運用され、識別の必要がないため、1903年に製造された初代 A 型電車と識別する場合以外は A 型電車と総称して呼ばれる。 空気圧縮機が A60 型と A62 系の唯一の相違点で A60 型にはウェスティングハウス製レシプロ式 DHC5A 型 A62 型にはリーベル製レシプロ式 TBC38Z 型が使用され両車は運転時の音で識別することができる A60 系の設計は1930年代に完了していたが 第二次世界大戦とそれに続く、緊縮財政のため導入が大幅に遅れた。A60、A62 型は、メトロポリタン線とイーストロンドン線で使用されたが、イーストロンドン線用は、ロンドンオーバーグラウンドへの転換に伴う、運休によりメトロポリタン線に転用され、メトロポリタン線用についても2010年から2012年にかけて S 型電車に置き換えられた。 本文中の車両形式の略号は、ロンドン地下鉄の車両形式及び、車両番号の付与方法を参照のこと。車体はアルミ合金製。4両編成を1ユニットとし、中間車は両開き3扉、先頭車は両開き2扉、車端部編開き1扉である。ワンマン運転開始以前は、DM 車の車端部扉は、車掌用だった。ロンドン地下鉄標準の青。 白、赤の三色に塗装され、先頭部は赤く塗られているが、ワンマン運転装備がない先頭車は営業線で、戦闘に出ることがないため、側面と同じ青、白に塗装されている。2921mm の全幅は、ロンドン地下鉄最大である。メトロポリタン専用、A60 軽電車の車内2007年撮影へ。 60軽電車の2棚と傘掛け1時間長の乗車が想定されるため、1区画6人と4人のボックスシートを採用している。8行編成での座席定員は448人で、本形式の前に使用されていた機関車定員の D 型より少なくなっている。2009年から本形式を置き換える、予定の A 姿の座席定員は本形式よりも少なくなると予想されている。 長距離旅客のために、荷棚と傘掛けが設けられているが、これも他の車両には見られない特徴である。本形式には2008年末現在、ロンドン地下鉄で唯一自動放送装置が装備されていない。これ以降の全形式がワンハンドルマスコンになったため、主観制御とブレーキが別のハンドルとなったロンドン地下鉄最後の車両である。 1994年から1997年にかけてアドトランツで更新工事が行われた。DMTTDM の4両ユニットを組み、DM は5000番台、T は6000番台、隣り合う DM と T の下3桁の番号は、同一、同ユニット中の、か1桁ぐ数の番号に1を加えた番号が、反対側のユニットの番号となる。 8両編成はこの4両ユニットを2組連結したものでワンマン運転開始時に約半数の d m には関連機器を取り付けなかったため以降この d m は本線で戦闘に出ることができなくなったイーストロンドン専用、市線用、運用の自由度を増すためなどの目的で一部両側の戦闘車がワンマン運転対応となっているユニットもある本形式は八両編成で メトロポリタン専用として、4両編成が2007年12月22日の運転休止までイーストロンドン専用として使用された。4両編成はチェシャムチャルフォントラティマー間の区間運用で使用されている。製造時から1990年代後半、2000年代初頭にかけては時速 112km 運転が行われ、世界最速の4000機動式電車だったが、 信頼性向上のため以降は時速 80km が最高となった。この速度は2008年現在ロンドン地下鉄では最速である。2010年から S 型電車への置き換えが行われている。イーストロンドン線はロンドンオーバーグラウンドに転換され、ボンバルディアトランスポーテーション車のクラス378が運用されている。S 型電車は 全ての大断面車両を置き換える予定だが、他線が6両編成である一方、メトロポーリタン線は8両編成であるため、別運用となる予定。ありがとうございます。